皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？先週末ついに始まりましたね、春季来日の申し込み。皆様お目当てのクラスはゲットできましたでしょうか？教師のためのバレエ解剖学講座は冬に2グループで行ったのですが、今回は時間とスタジオの関係上1グループで行うことになりました。やっぱり1グループだと定員達するのが早いですね。同時に行われるボディコンディショニングセミナーは去年2分完売ということで、皆様にご迷惑をおかけしましたので、今回は2グループ作りましたが、やっぱり10分で売り切れちゃいました。ごめんなさい。去年までボディコンディショニングセミナーに含まれてきたダンサーの足クラスは今回時間が作れなかったので、これだけ別のクラスにしていつか皆様にお披露目できたらと思います。ただいま企画中です。驚いたことに新体操コーチのためのセミナーは結構早く売り切れてしまいました。とても嬉しいことですし、これを機に毎年継続していけるセミナーになってほしいなと思っています。新体操コーチのための解剖学講座とかもね、今はバレエ教師のための解剖学講座をやっていて、そちらももちろん新体操コーチの方々が受講できるのですが、売り切れ率が高いので、やっぱり違うグループで作った方がいいかななんて思ってるところです。治療科トレーナーのセミナーは一番人数が少ない濃厚な少人数制セミナーなのですが、このポッドキャストをレコーディングしている時に残り1人ぐらいかな、あと入れるのは。ダンサーの数と引きたダンサーの数と比例しても治療科トレーナーが足りないのが見えてきますよね。そして DLS を呼んでくれている人たちのにもトレーナーや治療科は少ないのかも。ダンサーのサポートをしてもらうためには必要なこと、それはダンサーの生活を理解することです。だって特殊なんだもの。ぜひ皆さん行きつけのトレーナーや治療科に DLS のことをシェアしてくださいね。やっぱりトーシューズとか留学とかお金が出ないけどプロなんていう生活を理解してくれないと、ダンサーのための治療やトレーニングにはつながりませんから。名古屋も早かったですね。これはびっくり。名古屋は今年で3年目で、いつもはこんな感じでなかったのですが、今回から私がオーガナイズのプロデュースをしてます。ということは申し込みが海外からや地方からでも簡単になったというのも事実なので、多分そのせいもあるでしょう。北海道セミナーは穴場です。北海道という土地なのか、森脇トレーナーを恐れている人たちが多いのか。でも順調に席が埋まっております。多分これが普通のセミナーなんですよね。申し込み10分で売り切れっていうのが多分おかしいんだと思う。今回全体を通して200席ほど準備していたんですが、残りが多分20席あるかぐらいかな、北海道で。さて、来たる2月20日は名古屋のゲストワークショップと DLS キッズの申し込みです。初企画になるキッズ、どんなダンサーの卵たちに会えるのかとっても楽しみ。もうクラス内容は作ってあって、大人がやっても大変だけど、ちびっ子たちにはどんどん難しいことをやって成長してもらいましょう。この難しいことっていうのはテクニックがじゃなくって、筋肉的にだったりとか集中力がとかなんだけどね。ということで今日のピックアップもちびっ子ダンサー系の記事。先週のいつストレッチをしたらいいの記事の続きで、どうやってストレッチを指導していいのか見ていきましょう。教師の皆さんはもちろんだけれども、ご両親もお家でストレッチをするときに知識があった方がいいし、自分でストレッチしているダンサーたちにも安全に行うために理解してほしいことたちです。では本文です。この前ストレッチについての質問に答えました。簡単に言うと、他人が行っているストレッチが自分の体に効くとは限らない。レッスン前にはレッスン前にやることがある。正しくレッスンをしていれば柔軟性も育つ。寝る前のおうちストレッチは比較的安全であるということでした。今日は理論は分かったけれども、実際に気をつけなければいけないことはというのを見ていきましょう。前回の記事で少し触ったトピックから始めましょうね。正しくストレッチしているのかをチェックするために、寝る前に行うストレッチがいいといっても、おうちで正しくストレッチができているのか気になるということがありますよね。その場合、レッスンの終わりにストレッチの時間を作りましょう。そうするときには次にレッスンがないことが前提ですよ。例えばレッスンの後にリハーサルをするのであれば、ストレッチはその後で。レッスン全てで集中するということは、
ちびっこダンサーの年齢には至難の技です。その後たくさん注意をすることを話しながらストレッチをしても頭に入らないことがあります。1ヶ月かけて1つのストレッチを説明するくらいで考えていきたいですね。その時バレーノートに注意事項を書き込んでもらうなどの工夫も必要です。あれもこれもやりたいって思ってしまうかもしれません。でも1回のレッスンで1つしか新しいステップを紹介しないでしょ。しないんですよ。またピルエットを紹介する前に片足ルルベでバランスとかデトールネができるようにするでしょ。それと同じでストレッチも段階を踏んで教えてあげてください。例えばスプリッツ、前の足と後ろの足両方いっぺんにストレッチするわけですから、説明する前に前足だけバージョンと後ろ足バージョンだけっていうのを教えてあげる必要があるんです。それをしないでうちの生徒はスプリッツができないなんて悩んでいたら生徒に失礼です。ストレッチにも順番があります。難易度だってあります。応用編だったり怪我した時のアレンジもあります。バレエのレッスンと同じです。成長中の体への理解。成長期の体は一時的に可動域が狭くなるということがあります。可動域が狭くなるということは柔軟性が落ちるということです。それは体が成長するための過程。ここで無理なストレッチをすると怪我につながります。成長のスピードは一人一人違うわけだから、クラスの中でレベルの差が出てきてしまうこともあります。このような年齢のクラスの場合、一度ご両親の皆さんを呼んだ説明会を行うといいかもしれません。健康な子どもを育成するというゴールは私たち教師だけでなく両親の人たちにも気にしてほしいところ。そのような説明をしてあげないとバレエを行ったことないお母さんたちは困っちゃいますよ。コミュニケーションをちゃんとしておかないと、あそこのスタジオはもうトーシューズを履いてレッスンしてるからなんていう悲しい理由でスタジオを辞める生徒が出てきてしまいます。ビジネスパーソンとしてしっかりとクライアントにレッスンの思考をお話しできていなければ、それは教師の責任です。正しい習慣をつけるために、ぶっちゃけという表現は今でもされるのか分かりませんが、私が中高生の時はありました。柔軟体操をしなくても体が柔らかい子っていうのは存在します。準備運動をしなくても子供は怪我をしないかもしれません。ただね、こういう癖を幼い頃からつけておくこと、そうすると10代になった時に正しい習慣がついてるはずです。英語圏に住んでいると英語を喋る習慣がつくように、正しい習慣がついたスタジオのお姉さんを見ていると子供たちも真似をします。ポジティブな環境を作るためにも、そして安全な環境を作るためにも、小さなステップから始めましょう。ストレッチと一緒に教えてあげること、正しく行う方法、タイミング、痛みの種類、理由、ここに両親も含めるのではここに両親も含めるのであればアシストしたストレッチの危険性、やりすぎの危険性、習慣化の大切さ、そしてどうせなら一緒にやりましょう、大人の運動不足解消、そしてバレエの理解を作るためにも、なんていうことを教えてあげてください。難しいですか？そうですよ。だって子供の将来がかかってるんですからね。それくらい難しくて当たり前です。一緒に勉強を続けていきましょう。いかがでしたか？今日のポッドキャストを終わりにする前に、ポッドキャストリスナーさんだけに相談があります。今日のポッドキャストの最初にお話ししたダンサーの足セミナーなんだけれど、皆さん単発で興味ありますか？つま先の構造、甲を出すという意味や方法、シューズの合わせ方、ポアントで踊るためのエクササイズ、ポアントが履けるかどうかをチェックするテストなどをカバーします。その後にポアントでのクラスもやっちゃうかも。単発だったら時間がありますからね。バレエ学校の休みと日本の祝日が9月の後半に重なるんですよ、今年。だから興味のある人が多かったらその時に来日できるかもしれないんです。そこで皆さん、アドバイスをしてくれませんか？このセミナーに興味があるかどうか、そして会場はどこにすべきか、意見はぜひ hello@dancerslifesupport.com にメールくださいね。セミナーが行われることになったら、アドバイスをくださった皆さん全員を先行予約にご招待します。これはポッドキャストリスナーさんだけの秘密ってことで、メールお待ちしております。ハッピーランシング、佐藤愛でした。